モンゴル相撲のビデオ、それを日本に持ってきて、それを見て、子供っていうのは日本人と顔がそっくりでしょ。そして、あ、これだったらもし強くなったら人気出るなと思って。大失敗したなと思って、これはもう本当騙されたっていうかね、これは本当に考え通り違う。日本人でさえね、力士になるっていうのはどれだけ辛いか。どんどん、まあ、大体毎日ぐらいもう泣いたりとかして寝ちゃうんですね。 Basically by watching on TV, all you see is this two big guys banging to each other. The one who moves forward was the winner. I thought, bah, sumo easy. Until I first came here and I got my belt on the first day. 本当こう嫌でも、チクショと思っても、顔ね、と割らないといけないんです、日本は。僕それできなかった。遊牧民は、明日何時何分会いましょうって、それない。私は門限守らなかったんですよ。みんなボコボコのされてね。それがあってから、あったからよかったと思いますね。うん、100人入って半分以上ですね。6割逃げますから。だからそれ逃げた人たちがやられたイコール叩かれたイコールいじめっていう取られたら、もうはっきり言ってそういうふうに取られますけど、まあ、限界を超えるスポーツですから、人間頭で分かっても動けない部分なんですよ。でも動けない部分をどうやって動かすかっていうのは、まあ、原始的かもしれないですけど、そういう方面のやり方もあるし、Up until now, when they said foreigners, they meant most of the time they meant guys from Hawaii. But now they have people from Mongolia that come that have a lot of technique. And for the fans who watch, I guess it's very good for them.